今回のテーマは、マーリンズの前監督であるスキップ・シューマッカー氏が、ドジャースの大谷翔平選手に50号本塁打を打たれた試合について、振り返りその背景を語りました。偉業が達成されたのは9月19日、日本時間でいうと11月20日、マーリンズとの試合でのこと。この試合で大谷選手は自身初の3打席連続本塁打を含む6打数6安打、10打点、2盗塁という驚異的な活躍を見せ、50本塁打50盗塁という前人未到の記録を達成しました。大谷選手が49号、50号を放ったこの試合では、ドジャースが 2-0-4 と大差でリードする一方的な展開となっていましたが、それでもマーリンズの投手陣は彼との勝負を避けることはしませんでした。シューマッカー前監督は、米ポッドキャスト番組、Basement、P.A.L.K. に出演し、司会者から、なぜ大谷との勝負を選んだのか、と問われると、その理由を次のように説明しました。迷いはあまりなかった。野球の品位を汚したくなかったんだ。検査の状況ももちろんあったが、私たちの選手はライバルとして彼と正々堂々と勝負するべきだと感じた。と語り、勝負を避けなかった理由を明かしました。50号本塁打が生まれた場面では、スコアはすでに 1-2-3 と大差がついていました。それでもシューマッカー氏は、もしこれが1点差の試合や、我々マーリンズのプレーオフ進出に影響する試合であれば、シナリオは全く異なるものになっていたかもしれない、と述べ、緊迫した状況であれば敬遠の選択肢も考えた可能性があったことを示唆しました。しかし、この試合ではあえて大谷選手との勝負を選びました。私たちの選手も同じメジャーリーガーだ。彼らも勝負する権利があるんだ。と続け、マーリンズの選手たちのプライドを尊重した決断であったことを強調したのです。シューマッカー氏の言葉からは、野球のスポーツマンシップを重んじ、相手がどれほどのスーパースターであっても、真正面から挑むことへの敬意が感じられます。来シーズンからはドジャースの一塁コーチであった、マッカラー氏がマーリンズの監督を務めるため、スキップ・シューマッカー氏は大谷選手の50本塁打、50盗塁という歴史的な試合を目の当たりにして引退したことが、ある意味監督人生における大きな花向けになったかもしれませんね。大谷選手にとっても、このような形での50号達成は、単なる記録以上に意義深いものとなったのではないでしょうか。さらに先ほど申し上げた通り、2021年からドジャースの一塁コーチを務めていた、クレイトン・マッカラー氏が、今シーズン限りでドジャースを退団し、新たにマーリンズの監督に就任しました。大谷翔平投手をはじめとする多くの選手を支えてきた彼は、球団史上17人目の監督となります。マーリンズ公式 YouTube の独占インタビューで、マッカラー氏は新たな戦に対する思いを語りました。まだ実感は湧いていないですが、私と家族にとってワクワク感は日々増しています。ここまでの道のりは長いものでした。と語るマッカラー氏、これまでにも様々な役職に名前が上がり、複数の面談を受けてきた中で、なぜこのタイミングでマーリンズを選んだのかについても明かし、自分の価値観を再確認する機会がありました。それを踏まえて、自分が何を大切に思うかを考え、それを実現する場所がマーリンズだったのです。と説明し、今回の決断に至った背景を語ったのです。マッカラー氏はまた、今回の就任が特別なものである理由として、マーリンズの編成本部長ピーター・ベンディックス氏の存在を挙げました。彼と話をする中で、チームのビジョンに共感し、その方向性が私の価値観と一致する部分が多かったのです。ユニフォームを着てグラウンドで監督を務めることは、私たちの職業の中で最上位のポジションであり、この機会を得たことに非常にワクワクしています。と、その意欲を語りました。ドジャースの一塁コーチとして、マッカラー氏は2021年からチームを支え続け、今年は4年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献しました。その功績は選手たちにも高く評価されたことについて、インタビューで司会者が、ベッツは、今まで最高のコーチ、と称賛し、大谷翔平選手もあなたがどれだけ助けてくれたかを何度も口にしています。将来殿堂入りする選手たちが、あなたについてそう話す理由は何でしょう。と問うと、マッカラー氏は感慨深げに答えました。本当に大きな意味を持つことです。私が彼らを大切に思う気持ちが伝わったのだと思いたいですね。彼らのために何ができるかを常に考え、どんな小さなことでも彼らがより良い選手になるために尽力しました。しかし、私が彼らにしたことよりも、彼らが私をより良いコーチにしてくれたことの方が多かったです。と謙虚に振り返りました。今シーズン、マーリンズは100敗を喫し、リーグ東地区で最下位に沈みました。新監督としてのマッカラー氏のミッションは、この低迷するチームをいかに立て直すかという挑戦でしょう。かつてドジャースで数々のスター選手をサポートし、チームを支えてきた彼の手腕がマーリンズで、どのように発揮されるのか注目が集まります。彼の就任によって、マーリンズがどのように変革し、再び強豪チームへの道を歩んでいくのか、今後の展開に期待が寄せられています。今度大谷選手属するドジャースナインとマウンドで、再会した時は敵チームにいることとなる、マッカラー氏ですが、お互いにリスペクト精神を持った、素晴らしい試合を見せてくることは間違いないでしょう。チームの低迷期の続くマーリンズ、1993年にロッキーズと共に生まれた、メジャーリーグの中で、比較的新しいチームであるマーリンズは、新設球団ながら1997年と2003年に、2度のワールドシリーズ制覇を果たしています。しかし2010年代以降チームは低迷。2020年と2023年にワイルドカードでポストシーズンに進出しているものの、ほとんどのシーズンでリーグ下位に沈んでしまっており、チームの再建はなかなか進んでいません。一方で若手の育成力には定評のあるマーリンズ。晩年のイチローさんがいた2015年からの3年間には、その間に当時の若手の期待選手で、現在のメジャーリーグで活躍を続けるイエリッチ選手、スタントン選手、マルセル、オズナ選手が所属していました。ただチームの再建はチームの CEO となっていたメジャーリーグのレジェンド、デレク・ジーターさんによって失敗。現在もチームの再建のために悪戦苦闘しています。2024年のマーリンズは開幕9連敗を記録。4月には28戦で6勝22敗と最悪な戦績を叩き出し、シーズン開幕序盤で早くもポストシーズン進出が絶望的となってしまいました。最終的にチームは100敗を記録。シーズン途中にはチームの主力選手で2024年を含め3度の首位打者を受賞したルイス・アラエス選手を放出することとなってしまいました。当然そんなチーム状況では集客力を保てず、2024年の観客動員数は30球団中29位と低迷。経済面でも苦しい状況が続いています。そんなマーリンズに大谷選手はとある恩恵を与えました。5-0が期待されていた大谷選手、47本塁打48盗塁と次のカードでの達成間違いなし、となった段階で、9月18日からマーリンズの本拠地、ローンデポパークで3連戦を行ったのです。この試合はそれまでのマーリンズでは、考えられない観客動員数を記録しました。アメリカメディアのスポルティコは、今シーズンマーリンズは、ホームでの76試合で、ローンデポパークに98万99101人を動員している。そして1試合平均は1万3025人と非常に少ない。しかし18日の試合で観客動員数は 37% 増加し、1万7000人が球場に足を運んだ、と、傑出した大谷選手効果が、マーリンズに恩恵を与えたと報道したのです。そして大谷選手は、マーリンズとのカード最終戦となる20日に、6打数6安打2盗塁3本塁打10打点を記録し、5-1を達成。その歴史的な瞬間は、多くのアメリカメディアから報道され、大谷選手が50号を放った後には、スタジアムのファンが敵味方関係なく、スタンディングオベーションでその偉業を称えたのでした。高い集客力を誇る大谷選手。8月のアスレチックスとの3連戦では、観客動員数が計1181111人を記録し、この3日間の集客数は2024年に、オークランドコロシアムで行われた試合の中で、トップ3を記録しました。また7月下旬にパドレスの本拠地ペトコパークで、行われた2連戦でも、計9万456人を集め観客動員数の新記録を樹立しています。ドジャースのスタン・カステン社長は、本拠地のスタジアムの広告スペースが埋まったため、スポンサー企業は現在ドジャースのアウェーの試合で、相手チームのスタジアムの広告スペースを購入している。需要増加は予想していたが、ここまでとは正直思わなかった。全員が喜んでいる。メジャーリーグにとっても嬉しいことだ。ドジャースがこうして大々的に世界各地のファンを迎えていることに、メジャーリーグ全体が誇りに感じていると思う。と、ドジャースだけでなく、メジャーリーグ全体に恩恵を与えている大谷選手の存在が誇りだと話したのでした。メジャーリーグ史に残る記録を残した大谷選手。そんなアンタッチャブルな活躍には、マーリンズの関係者や選手も、さすがに感動せざるを得ませんでした。コーチから大谷選手を敬遠し、5-0、5-0を阻止するべきだと提言されながらも、マーリンズのスキップ、シューマッカー監督は、私は敬遠など値しないほど彼を尊敬している。ベンチではなく一ファンとして、スタンドで見れたらよかった。だが私は大谷を恐れるのではなく、勝負に行った投手を誇りに思う。そうあるべきだ。誰もホームランを打たれたくはない。だが彼は打った。マーリンズにとってはタフな日になったが、メジャーリーグにとっていい日になった。と記録を達成される不名誉よりも、素晴らしい記録を優先したとコメントしていました。そんなシューマッカー監督の紳士的な行動に、ロバーツ監督は試合後にメールを送ったそうで、試合後にショートメッセージを送りました。一流の行動だと思った。何度も言っているが、あの瞬間は私たち全員より大きなものでした。避けるわけにはいかない状況で正しく対処した。と、素晴らしいスポーツマンシップだったとは、称賛しています。この記事皆さんはどう思われましたか？ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。大敗していても、一野球人として尊厳と野球愛を持って、大谷選手を敬遠しなかったことに心から感動しています。マイチリンズにとっては最悪の日だったが、野球界には最高の日になった、という名言は決して忘れません。最大級のリスペクトを見せたシューマッカー。あなたみたいな監督がいたことは間違いなく大谷ファンの心に刻まれた。シュマッカー監督、紳士です。展開からして、勝負に行ったのは、頭下がります。大した考えを持った、正しい監督の采配だと思います。それが、野球というものです。一点勝負なら、歩かせたかもしれませんが、今のドジャースは、後ろにも別つもいるからね、簡単には歩かせることも難しいですね。勝負してもらって、正しい判断だと思います。スキップさんマーリンズの監督としての采配、及び翔平に対するフェアプレイに感謝します。お疲れ様でした。ドジャースの名一塁コーチのマッカラさんのマーリンズ監督就任おめでとうございます。翔平との頭つきが見られなくなると思うと悲しい気持ちもあります。翔平がアウェーでの戦いで相手チームの監督、選手、ファンがドジャースとの試合には勝ちたいが彼のプレーに期待し心の中で応援するその志もとても嬉しく思います。努力を重ね皆から愛されている翔平はやはりハリウッドスターでもありますね。引退する原因ってあの日大谷さんを敬遠しなかったことで球団と何かあっていられなくなったのでしょうか。だとするとあまりにも気の毒ですとか良いところが見つかりますように。シューマッカー前監督は真の勘だ。そして真の野球人だ。しかし、松井秀喜選手を5打席連続敬遠させた明徳義塾の M 監督の目には、この試合はどう映ったのか。もしシューマッカー前監督が、あの5打席連続敬遠の試合を見たらおそらく、明徳義塾にとっては最高の試合だが、野球界にとっては最悪の試合だ、というんじゃなかろうか。そしてその言葉に対し、明徳義塾の M 監督は、一切の反論ができないだろう。価値観の違いから解任されちゃいましたか。勝負事だから勝ち負けにこだわるのもいいけど、エンターテイメントとしての興味を失わせるようなことは、観客動員、収益に響きそうだが、そこは球団の営業方針で別次元の話だしね。現場は板挟み、球団経営者自身、グラウンドに降りてきて、監督、するものよさげ、何回か他の動画にコメントしましたが、大谷選手は盗塁や走塁強化を図り、下半身強化したわけです。下半身強化せれたその強靭なパワーがあれば、大谷選手の投球ステップ幅は打者よりなり得ますから、以前に比べて低いリリースポイントでの投球になり得ます。背の低い山本投手に近い低いリリースポイントで日本流の質の良いスピン量のストレートなら、吉信投手よりも当然軽く投げてもスピン量が増えます。初速と終わり速の誤差が少ない球質なら、ホンとライジングボールの可能性あり得ます。アッパースイングの打者なら接点が線でなく点になりますから、ベルト付近のやや高め投げれば、ポップフライや空振り取れるだろうし、縫い目の使い方次第で同じフォームでいろんな球種投げれますから、肘に負担がかかる、スイーパーでも以前より大きく曲がる気がします。正捕手スミスも300キロの球をキャッチできるよう準備しないとね。肘に負担のかかる変化球はいらない。300キロの湾岸ミッドナイトストレートだけでいい。2ヶ月前にどこかのコメントで、回転数もそうですし、などと語っていたので、肘に負担をかけずに